横浜鉄道模型フェスタ2013鉄道模型運転エリア横浜鉄道模型フェスタは鉄道模型振興会が毎年2月に横浜市のランドマークプラザで開催している鉄道模型イベントであるメーカー主催の鉄道模型展示会としては夏の鉄道模型賞や秋の日本鉄道模型賞が有名だが本フェスタは冬に開催されるイベントとして注目されている 開催は小規模ながら、メーカー側からは春の新製品を見せる場として、参加者側からは入場無料の鉄道イベントとして毎年にぎわっている。過去には鉄道コレクションのイベント限定品が販売されたこともあり、鉄屋参加者が出たこともある。会場であるランドマークホールの資金に、勝見横浜店があり、毎年この時期限定でセールを行っている。また、トミックス。 鉄道コレクションのイベント限定製品も当店で販売されている。ただし、マイクロエースは諸事情により出店を見送っている。2021年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、勝見から開催を中止することが発表された。トミックス、加藤、グリーンマックス、勝見天転堂のレイアウトが持ち込まれ、各社製品の運転展示が行われる。 方ゲージ模型の運転が見られるのは数少ない機械と言える。時折ホールの照明を暗くして夜行列車の雰囲気を見せる演出もされている。新製品エリア出展各社の新製品が展示される。かつャ社員による16番ゲージ模型のハンダ付け、実演も行われる。販売エリア出展各社の鉄道関連書籍やグッズが販売される。横浜らしく神奈川に 縁のある企業が多く出展する。ありがとうございます。